今日は朝からもう腰も膝もお尻も痛くても大変です。なぜかっていうとですね、フィールドカートっていう作業の時の椅子を直したからですね。いつもはもう腰が痛くなるからこの椅子に座るんですけど、その椅子を修理するためですから、もう座らずにやったんで、要するにしゃがんでやったんでもう大変です。まあ考えてみりゃキャンプチェアかなんかを出せばよかったんですけど、まあさっと終わらせようと思ってやったらですね、やっぱり次の日も腰も、いつもは腰と膝だけなんですけども、お尻まで痛くなっても大変です。この作業用のいつも使ってる椅子なんですが、農業用のカートですよね。ちょっとこう座って移動できるタイプで、非常に座りやすくて便利なんですが、ただですね、タイヤがついてるもんで、ちょっと風が吹くともうコロコロ転がってもう鬱陶しいんですよね。それから端っこに座ろうとするとカクーンってこうずっこけたりするんで、それがもういまいち煩わしかったんです。ですんで、そのタイヤを取って、で角材で足を組んでやろうと思ってやりました。この角材もですね、数年前にステンレスの鋼材を買った時にですね、鋼材屋さんがステンレスの鋼材が曲がんないようにって言うんで、一緒に添え木としてやってくれた 4.5 メーターぐらいの角材ですね。まあ角材つっても、要するに補強のためのもんなんで、すごい安く済むように全部が合板になってます。合板をおそらくその角材の形に切ったんですよね。だから角材としてDIY に何か使う、なんか例えば本棚を作ったりだとか、そういうものに使うにはちょっと見栄えが良くないんですよ。だからどうしようかなと思ってたら、今日非常にいい用途が見つかりました。見栄えは良くないけど頑丈だっていうあのものですね。でさっさともうあのやっつけ仕事でやろうと思ってたんで、こんなもんの動画を撮ろうなんて思いませんでした。だから昨日はさっさとやってニスまで仕上げたんですね。ただ今日になってその仕上がり見てみると結構綺麗なんですよね。だからここであえて動画にしようと思いました。できてみるとですね、結構座り心地もいいし、やっぱりずっこけたりしないし、もちろん風でコロコロコロ転がっちゃうようなこともないんで、非常に仕上がりはいいです。で取ったタイヤはですね、径も大きいですし、あの軽量なんで、砂浜で薪を運んだりするときに便利だと思うんで、キャリーカートにつけようと思います。よし、来た、今日は以上になります。失礼いたしました。完璧だ。